こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。暖かい日が続き、一気にベランダのバラたちが開花いたしました。こちらは1900年にルクセンブルクで作出されたマダム・ジュール・グラブローです。こちらのバラについては昨年の動画でお伝えしていますので、よろしければそちらもご覧いただけると嬉しいです。こちらのバラが1945年にイギリスで作出されたグレイパールです。でこちらのピンクのバラが1994年に作出されたイングリッシュローズのエグランティーヌ・マサコです。こちらのバラはもう我が家で一番大きな鉢に育っていて、つる扱いでフェンスに張っています。こちらのバラについてはまた改めてお伝えしたいと思うんですけれども、今日はこちらの渋い色合いのハイブリッド T のエレガントな表情で咲くグレイパールについてお伝えしたいと思います。このグレイパールは名前の通り黒真珠、グレーの真珠という素敵な名前がついているんですけれども、私はこれは2006年の国際バラとガーデニングショーでバラ苗を販売されているお店の片隅に枝の折れた苗を見つけたんですね。でも当時はバラの専門家の方にグレイパールは弱いので育てるんだったら、あまり選ばない方がいいよというふうにお聞きしていたんですけれども、他のお店を回っていろんなバラを見てきても、どうしても私を育ててと言っているような気がして気になったので、お店の方にお願いして分けてもらうことにしました。お店の方にも、申し訳なさそうにお安くして分けてくださいました。で大切に持ち帰って折れた枝を取って養生して育てると、弱いバラのように見えるんですが、もう何年も経って春から冬近くまで茎も長いですし、その年によってはものすごく大輪に咲いたり、赤紫色の色味を帯びたり、さまざまな表情を見せてくれるとっても不思議なバラです。今年も綺麗に咲いてくれています。ベランダ栽培なので大きくはできないんですけれども、植木鉢でも何年も育ってくれる弱いと言われるバラなんですが、案外強いバラなんです。このバラは本当に微妙な色合いが美しくて、咲き始めのつぼみはオレンジ色のような赤みを帯びていて、ベージュ色に変わってこのような大人っぽい色合いになって、散り際も美しいんですけれども、これはイギリスのマグレディ家によって作出されたバラなんですが、青バラの後輩の親としてとても活躍したバラと言われています。バラの育種家の小林盛司はグレイパールに魅せられて青バラ作りにのめり込み、30年かけて清流というバラを作出したというお話もあります。アメリカではスターリングシルバーやラベンダーピノキオなどの紫の品種に遺伝子が引き継がれているようです。色合いの変化が楽しめるティーのいい香りがします。このマダム・ジュール・グラブローもとても良い、また違ったティーの香りがします。以前のバラ講座で学んでくださった方が素晴らしいバラのお庭の開花状況をお写真で送ってくださっています。本当に嬉しいです。バラも相性があるようなので、弱いと言われているバラでも育てる環境やバラとの相性で案外うまく育つ場合もあります。ブログやホームページでも何度もお伝えしているんですけれども、アロマテラピーで用いるローズの香りでもよく伝えられていますが、バラには慈深い無償の愛のエネルギーがあると言われています。私は長年育てている家庭でもそれを本当に感じています。これからバラの季節を迎えますので、ぜひめでて香って五感で楽しんでみてはいかがでしょうか。私は化学農薬を使わない育て方なので、商品にするような完璧なバラではないんですが、自分の力でこのように元気いっぱい咲いてくれています。この育て方についてご質問にお答えすることもできますので、よろしければ LINE にご登録いただいてご質問いただければ幸いです。今日は不思議な色合いの黒真珠のような大人っぽい表情で咲くグレイパールについてお伝えいたしました。この動画では人生100年時代に健康長寿で自己実現を続けるために植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。面白かったという方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。